はい、足ペースカット。はいはい。右右。オッケーオッケー。セーティーセーティー。いやーいらねえ橋。スボ。橋も多分自信のない感じでパス出したなきっと。自信のないパスは引っかかるもんな。お？もう悪くない。けど高い。まだ行かなくていい、まだ行かなくていい。もうちょくまで。よし、行こう、ツボ。オッケー。一旦行こう、ツボ。マーク、ツボマーク。まだ怖くない。キープキープ、ゆっくりゆっくり。勝負でいいんじゃねえ、これシュートだよ。そう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 。Okay. いいね。どこ左だと分かりにくいな、ちょっと、うん、でもなんか逆に見えるような気がね。おコンタクト走っとっちゃえ。おっしゃ、スポチャンス、スポチャンス、勝負バン、おーらしゅー、もう一丁橋戻れ、オッケー、ゴージ。これ始まったばっかり、始まったばっかり、まだ4分12分ハーフじゃなくて12分ハーフ。そろそろコンタクトの威力を。そうなんです、僕はワンデーコンタクトを買ったんですよ。次は僕の番です、コンタクト。次はあなたの番です。 0.1 ですかね。スボついてけ、スボスボスボ。いやー足危ない、足なんか、いやパスが怪しいな、橋。いややられ危ねえ、橋。橋橋しっかり、ちょっとパスに自信がないな、今多分。自信がないから全部ああいうパスになっちゃう。通らないんだろうなと思いながら出してる。でもハッシー交代ですね、これは。ちょっと調子悪い。疑心暗鬼になってる、パスが。スランプだ、スランプ。来てるよ、来てるよ、ハッシーもない。おちょっと落ち着いてきた。もう一本見ろ、もう一本。降りてきてない、誰も。いいな、いい流れ。もうすぐ半分だ。行ってほしいね。でもとりあえず失点したくないな。でも堀さんとハッシーと手塚さんずっと出続けていいんじゃないですか。あなんていうか FC のなんか形として、むしろ出なくてはならぬ。いったいったいった、彼ね、ドリブラン。4試合、今日は今日4試合、よし、4試合目の1つ目、スコさん、おお、ナイスプレー。前前、絶対女の子が応援してるチームには負けたくない。最初やっぱサッカーの癖が、サッカーの癖が出ちゃう。タカさん、渡辺さんと変わって俺走るからやっぱね。もう6分、しょうがない、サッカー部は。サッカー部っていうかサッカーは。じゃあ俺キーパーやることになりますんで。手塚さんは前フィールドで、あ、今言ったそれ、え、言った言った、手塚さんに、手塚さんが今言った、あ、今さん、フットサルスライディング OK になるらしいです、これから。そうなんだ。 F リーグとかなんか上の方の、今日知ったんですけど。あ、そうなんだ。だからリーグの方はもしかしたら来年スライディングありに、もしか。じゃあ6分、6分だった。交代はハッシュ、俺と変わろう。
危ないな、これ。あれ、ケンさんだよ。動画担当。箸、ちょっと最近スランプ？パスが疑心暗鬼っぽくなってる。俺が、俺によく似てる。いいよ、伊勢。箸、フットサルスライディング OK になるらしいよ。来年、変わってるらしい。本当に？本当です。スライディング OK になるらしいです。多分 F リーグとかも全部スライディング導入される的な。なんかパワー、おう、誰？つぼさん？つぼさん入ってくんねえかな、チームに。つぼさん入んじゃねえ、うまくすれば。なんか女の子が無理か。ないもんね。入ってくんないかな。しっかりボール持ってたらいいのに。すいません、しんどい。いや、しんどくないですけど、ちょっと考えます。いや、OKOK、レオもう一回頑張れ。スパ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 ス。いやー、おお、コンタクト効果ですよ、絶対これ。絶対そうでしょ。トラップミスしないよ、本当に。だってコンタクトのおかげでしょ、あれ。当たらないもん、これ絶対。目の悪い人はやっぱ大きいな、コンタクトの威力。これ 0.1、 いつも 0.1 でやってるから何も見えてない。だからドリブルしか、ドリブルじゃないと見えない。近くにいない。そうだからドリブルになっちゃった俺。二十歳ぐらいから目悪くなって、二十歳ぐらいからドリブラーになったから。もうワンデー買わなきゃな、いくらなんだろう。お金ないからな、俺。1200円だね。200円が高いな、そんな金ないな、俺。なんかさ、二子玉川の駅降りたらさ、必ずその、なんかワンデーみたいな宣伝してる気持ち悪いもんな、人がいる。毎日言うたぶん。安くなるかな、なんか。届けばいいんだ。届けば安くなるかな。得意だよ、俺。失敗するけど。真面目だからね。真面目なこと得意。誠実ブルト。全部動画入ってんのか、これ。怪獣見たか。怪獣か、ちょうどいい。俺動物好きだし。さあ、しかも FC の人はみんな全部出た方が良くないですか、橋本さん。はいはいはい。手塚さんと堀さんとハッシーは全部フルで出た方が。そしたらあれか、あれになっちゃう。なんか今週ね、もう飲み続けて気持ち悪くて。連携の問題でなんかさ。やっぱ違うわ。軽いよ。動画越しに見てると意味わかんなかったけど、後から込み上げてくるわ。手塚さん期待できるよ。手塚さんだ、敵にいたらやだな。敵にいたら怖い、手塚さんが。誰？坪さん、シュートうまいな、さすがエース。でもなんか、セカンドトップ、どういうストライカー、どういうフォワードなんだろう。でもなんか、俺が思うストライカーって、なんか、インザーギみたいな感じだからさ、インザーギみたいな嗅覚系、そうそうそう、そういうフォワードが好きなの。